皆さん、こんにちは。ドラマ、のだめカンタービレに出演したことで知名度を上げ、女優の国中涼子さんと結婚したことも話題となった向井理さん。テレビ出演が減ったと心配の声が上がっていますが、原因は何なのでしょうか。また、国中涼子さんとの馴れ初めはドラマ共演がきっかけで、さらに一目惚れだったという噂もあります。二人のお子さんについても気になりますよね。今回はそんな向井理さんの消えた理由や国中涼子さんとの馴れ初め、二人の子供について調査しました。まずは簡単なプロフィールからご紹介させていただきます。名前、向井理。生年月日、1982年2月7日。出生地、神奈川県横浜市。身長、182cm。血液型、O 型。職業、俳優。ジャンル、テレビドラマ、映画、CM。 配偶者、国中涼子。事務所、ホリエージェンシー。大人気ドラマ、のだめカンタービレに出演し、知名度が上がった向井理さん。この作品で知った方も多いのではないでしょうか。イケメン俳優が数々登場する雑誌アンアンのコーナー、男の体でグラビアに挑戦し話題になりましたよね。 NHK 朝の連続テレビ小説、ゲゲゲの女房に出演し、漫画家の水木しげるさん役を演じました。ストイックな役作りも話題になりましたよね。向井理さんは2012年1月10日から放送されていたドラマ「ハングリー」で共演した国中涼子さんと結婚しました。美男美女でとってもお似合いの夫婦ですよね。ハングリーでの2人の役柄は、向井理さんが主演で山手英介役、国中涼子さんがその恋人の立花マリア役でした。ドラマ第1話では冒頭から国中涼子さんが向井理さんの方にキスをするシーンがあります。役柄上距離が近いシーンが多かったこともあり、撮影中も少しずつ距離が縮まっていったのでしょうね。二人の馴れ初めはもちろんこの共演をしたことがきっかけですが、そもそも向井理さんと国中涼子さんの恋の始まりは一目惚れだったそうです。向井理さんが国中涼子さんに一目惚れしてしまったそうです。この共演中から付き合ってはいなかったものの、一緒に食事に行ったりと仲良くしており、お互いの家に行き来をすることもあったそうです。当時、向井理さんと国中涼子さんが行ったという焼肉屋さんには二人のサインが置いてあるそうですよ。その後、向井理さんと国中涼子さんが二人で食事をとるために神奈川県七里ヶ浜のレストランでランチをする姿や、 IKEA でシーツカバーなどの寝具を購入する姿がフライデーにスクープされました。報道を受け、向井理さんの事務所は交際を否定、国中涼子さんの事務所は交際を認めているという回答を出しました。その後、破局の噂もありましたが、二人の交際は継続していたようで、交際開始から2年半の月日を経て2014年12月28日に結婚しました。でき婚と言われ、向井理ロスや国中涼子ロスをファンの中で生みながらも、祝福の中結婚された向井理さんと国中涼子さん。結婚指輪についてや二人のお子さんたちについては、思わず心温まる噂が多く見つかりました。結婚時には国中涼子さんのお腹に赤ちゃんもいたためか、公に向井理さんと国中涼子さんの結婚式は行われていません。また俳優というお仕事の都合上で結婚指輪を普段からつけているかが分かりませんが、テレビに出た中で一度向井理さんの指に結婚指輪が確認されました。それは2018年11月に行われた津川雅彦さんと浅岡幸次さんの合同葬お別れの会に向井理さんが参加された時のことです。左手の薬指にはしっかりと指輪がはめられていました。プライベートでは結婚指輪を外さないとも
噂のある向井治さん、愛妻家であることが指輪一つでとっても伝わってきますね。そして2015年9月30日第一子である男の子が誕生しました。お誕生後に向井治さん、国中涼子さん双方から事務所を通して出産報告がありました。ネット上で名前は陸斗くんではないかという情報があります。いわゆるデキ婚で結婚した向井治さんがどのようなお父さんになっているのか注目されていたところですが、2017年には目撃情報があり、向井治さんのお子さんとの触れ合いの様子が書かれています。周りにも伝わるほどのとても優しいお父さんになられていたようです。2017年9月に事務所公式サイトから国中涼子さんが妊娠を発表しました。そして2018年2月頃に第二子が誕生しました。この時国中涼子さんは38歳で高齢出産でしたが、大きな問題もなく出産されたようです。第一子の時には出産の報告がありましたが、第二子の出産時には出産報告はありませんでした。これは子供の個人情報やプライバシーなど子供のことを考えての国中涼子さんと向井治さんの2人の判断だと思われます。そのため第二子の誕生日や性別、名前についてなどは公表されていません。しかし後に出演した番組初めてのお使いで、国中涼子さんは弟もいると自分がお兄ちゃんだという意識がすごく強くなると思うのでたまらないですねと発言しています。 VTR に対するコメントとしての発言でしたが、我が身に関することのように話す国中涼子さんの様子から考えると、おそらく第二子も男の子なのではないかと話題になりました。さらに2019年5月に情報誌フラッシュに掲載されたものによると、2人の男の子が写っていたため第二子も男の子で間違いなさそうですね。スターの階段を順調に上ってきた向井治さんでしたが、2015年2016年あたりからテレビで見なくなりました。メディアに出ているの?という心配の声が上がっていたようです。スカウトされて芸能界デビューした向井治さん、そのスカウトをしたのが向井治さんの女性マネージャーだったそうです。実はこのマネージャーさんが子育てを理由に退社されたそうです。向井治さんの仕事が激減した理由はマネージャーさんが変わったからだと言われています。実はこのマネージャーさん、向井治さんのヒット作のほとんどのキャスティングを取ってきたそうですよ。のだめカンタービレ、ゲゲゲの女房、アンアンなど代表作と言われる作品はこのマネージャーさんの力が大きかったようですね。向井治さんと国中涼子さんは2014年に結婚されましたが、これにより女性ファンが減ってしまったのではとも言われています。タレントには欠かせないマネージャーという存在、タレントがどれだけ仕事をもらえるかはマネージャーの腕にかかっていると言っても過言ではありません。向井治さんだけでなく、マネージャー交代により仕事が減ってしまったタレントは他にもいらっしゃいます。国民的アイドルグループ SMAP が解散した理由は SMAP の女性マネージャー愛氏が退社に追い込まれたからだと言われています。ここまで大スターに育ててきたマネージャーさんですから相当敏腕だと言えますね。事務所ももったいないことをしたなという印象です。無名時代からももクロを支えてきたマネージャーがその腕を買われ、アイドル部署の管理職に移動しました。そしてももクロのマネージャーが交代したため仕事が減ってしまったと言われています。マネージャーはタレントのスケジューリングや管理が主な仕事ですが、タレントのプロデュースや育成も大切な仕事です。そこをうまく売り込めるマネージャーを持つタレントはやはり売れていくのでしょう。向井治さんは2017年6月に公開された「いつかまた君とホーリージュン再来」に出演しました。一時期は露出が減ったとも言われていた
向井理さんですが、その後2018年の君が心に住み着いたリーガル V 元弁護士高梨翔子、2019年の私定時で帰ります、2020年の銃の秘密とドラマだけでも毎年話題作に出演しています、ザファブル、引っ越し大名といった映画にも出演していますので、俳優業は順調と言えるでしょう。ただ以前よりも CM やバラエティ番組への出演が少なくなったので露出が減ったように感じる人もいるのかもしれませんね。タレントの存続にはマネージャーが大きく関わっていることが分かりましたね。しかし向井理さんは実力も知名度もあるので、今後も俳優として順調に活躍されていくことでしょう。ますますの活躍に期待したいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。